はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、利子生活を目指すというテーマのお話を聞いていただきたいと思います。まあ、人生の中でいくつもの目標を持っていいと思うんですけど、その目標の中の一つに、この利子生活を目指すという目標を入れておくということが非常に大事だと思います。まあ、利子収入ですね。まあ、その今回の利子収入っていうのは、まあ、いろんな利子収入を全部含めてますけど、要するにお金に働いてもらうと、ね。お金に働いてもらうことで得ることができる収入のことを利子収入と言ってるわけですね。まあ、具体的にはその銀行に預けている金利収入とか、まあ、不動産を持っていた場合の家賃収入とか、まあ、株を持っていた場合の配当収入とかですね、まあ、そういったまあ、ありとあらゆる、要するにこうお金が働いてくれたことによって得ることができる収入のことをまあ利子収入と言ってるわけです。で、その利子収入がまあ結局自分の必要な生活資金ですよね。必ずこれだけのお金、まあ、例えば家賃を払うとか、ね、電気ガス水道代を払うとか、まあ、食費を払うとか、まあ、そういう、こう生活必要資金を、まあ、利子収入が上回った場合は、まあ、利子生活が実現しているということですよね。まあ、経済的自由が実現しているということになります。で、この利子生活を目指すというのを、まあ、目標として持つということが非常に大事だと思うんですね。で、多くはね、2つの場合っていうのがあると思うんですけど、1つは、まあ、今のね、やってる仕事が嫌だから、ね、その仕事がね、辞めたいために、まあ、利子生活を実現させたいっていうのが1つですよね。で、もう1つは、今やってる仕事が大好きだから、だから利子生活を実現させて、一生ね、やってることを続けられるような状態にしたいというのがあると思います。まあ、いずれの場合であってもいいんですけど、ね、でも、ね、利子生活を目指すというのを目標の一つとして持つということは、すごくね、こう人生そのものをすごくこう充実させていくということになるんですね。で、普通はですね、この利子生活を目指すというのを、ね、目標として設定するということを、まあ、習わないし、まあ、あんまり考える機会がないと思うんですよね。まあ、普通にこうね、小学校、中学校、高校とか行ってた時にね、将来こう、利子収入で生活ができるとかね、利子生活を実現させるとかね、経済的自由を実現させるっていうのはね、なかなかこうね、学校とかで習ったり学んだりするものじゃないと思うんですよね。しかもね、ある程度のね、一定の年齢以上の方ですよね。もうそれこそ50代、60代、70代の方ということであれば、ね、そんなにこうスッとこう入ってくる、ね、考え方でもなければ、目標でもないかもしれないですよ。でね、実際日本にはまあ古くからね、例えば働かざる者食うべからずという言葉があったりします。で、この考え方っていうのは実はね、日本独特の考え方とか道徳独特の考え方ではなくて、実は全世界共通で大体こういう考え方っていうのはあるんですよね。働かざる者食うべからず、もちろん全く同じ言葉じゃなかったとしても、もうほぼ同じような考え方っていうのが、まあ、全世界共通であったりします。まあ、一つだけ具体例を挙げるとするならば、例えばキリスト教ですよね。キリスト教というのは全世界で20億人ぐらいが信仰していると言われている世界最大宗教だったりしますけど、このキリスト教の中にもね、暗にこうね、働かざる者食うべからずのような考え方っていうのがね、入っているというふうに思われます。ね、例えばそのね、アダムという、まあ、人類初めての、ね、男性ですよね。一番最初に作られたというか、一番最初に生まれた人間っていうのが、まあ、アダムという、人だったわけですけど、まあ、そのアダムという人がね、絶対に食べてはいけないと言われていた、まあ、知恵の木の実を、ね、実際食べてしまって、それでね、神様の、ね、怒りに触れて、ね、それからこう、ね、労働というかね、苦役っていうのを課せられたというような話が載っていたりします、聖書の中にね。
もちろん聖書っていうのは100人の人が読めば100通りの解釈ができるものなので、ね、あの統一したね、こういうふうにね、この文章は読まないといけないってことはないんですけど、まあね、そのアダムが知恵の木の実を食べたことで、ね、結局、ね、あの天国を追放されて、ね、労働とか苦役というのを課せられたっていうその話はね、要するにこうね、あの働きなさいと。ね、そしてその、ね、働かないで収入を得るみたいな知恵を持ってはいけないと、まあ、なんかそういうふうな、ね、解釈を、ね、することが可能な話になってるんですよね。まあ、それでこう暗にね、とにかくこう知恵を持つこととかね、頭を働かせることとか、実際ね、その働かないで生活をすることとかっていうのをこう戒めてるというのを、まあね、暗に示唆してるような感じになっていたりするわけですね。なので結局ね、こう全世界共通で、ね、もうとにかくね、こう働いて生活をする、働いてお金を得るというのがもうね、こう脳の中にこう刷り込まれているというところがあります。まあ、簡単に言えば洗脳ですよね。まあ、洗脳中の洗脳と、脳の中に情報が刷り込まれていて、それがね、もうね、正しいものだっていうことで、まあ、信念になっているということなんですよね。で、実はね、この考え方とかこの論理っていうのは、人間は働かないと堕落するという前提があると思うんですよね。人間は働かないと堕落してしまうと。要するに働かないでお金を得られるようになってしまうと、まあ、堕落してしまうと。でみんながね、人間がみんな全員こうね、堕落してしまったら、まあ、社会がダメになってしまうということですよね。まあ、だから、まあ、働きましょうと。いうことで、まあ、働かざる者食うべからずとかっていう、まあ、考え方っていうのが、まあ、刷り込まれているんだと思うんですけど、ね、実際はね、それは一つのね、物事の見方に過ぎず、一つのね、考え方に過ぎず、絶対ではないんですよね。まあ、現実の世界をよく見てみると、ね、実際は働かないといけないからっていうことで、こう、いやいや仕事をやってる人とかね、本当はこんなことやりたくないんだけどなとかって言って、でもね、お金がないと生きていかないからって言って、働いてる人よりも、実際もうね、働く必要全然ない人の方が、圧倒的に精力的に、ね、やる気を持って一生懸命働いていたりするんですよ。ね、それはやっぱり人間は論理の生き物じゃなくて感情の生き物なので、ね、結局いやいやこうやらなければならないっていうなるとやる気が出てこないんですよね。やりたくないんだけどやらなければならないからやってますっていうね、こう仕方がないからやってますみたいな、そんな状態だとやっぱりやる気って出てこないんですよ。やっぱりやりたいっていう時にやる気っていうのは出てくるんですよね。仕事はしなければならないっていうふうにこう義務化された時点で、人間っていうのはやっぱりやりたくないっていうふうに感じるんですよね。働きたいから働きたい、ね、仕事をしたいから仕事するっていう状態が一番やる気があって、だからまあ現実こうね、世の中っていうのを冷静に見てみると、結局ね、もうお金のため、ね、仕事のため、ね、本当はやりたくないんだけどお金のために働いてますとかね、お金のために仕事してますっていう人よりも、実際お金はもうね必要ないんだけど、でもね、実際は働きたいから働いてると、仕事したいから仕事してるっていう人の方が実際は大きなやる気を持ってるし、実際現実的にね、高い生産性を誇っているっていうかね、すごく効率よくね、時間を大事にしながら仕事をやってるというところがあります。なので、まあ、律生活を目指すということですよね。実際ね、そのね、もちろん自分の体を使って働いて収入を得るっていうのも一つの方法なんですけど、それ以外の収入の得方をしてもいいと。自分が持ってるお金にね、働いてもらって、お金が働いてくれることで収入を得てもいいとね、例えば利子を得てもいいという考え方っていうのをね、持つということがすごく大事なんですよね。なので、例えばね、そのね、知恵を持ってはいけないとかね、働かざる者食うべからずっていう文章を聞いたときに、ね、すっとこうね、なんかね、こうそれを正しいっていうふうにね、こう受け取るんじゃなくて、なぜって疑問を持つことが大事なんですよね。なんでと。なんで知恵を持っちゃいけないのかと。なんで働かざる者食うべからずなのかということを疑問を持つと、実はこういったね、いわゆるこう道徳とか宗教に出てくる話っていうのは、その答えに関してなぜっていうのがないんですよね。
ね、なんで働かざる者食うべからざなるなのかっていう、そのね、答えがないんですよ。もうただ一方的に結論だけをこうね、なんかね、押し付けてる感じなんですよね。いや、もう働かざる者食うべからずだから、みたいな。で、なんでって聞かれても、その論理的な理由っていうのは出てこないんですよね。ね。で、実際はね、その、利子収入っていうか、まあ、金利っていうのはね、もらって当たり前なんですよ。すごくこう正当な権利なんですよね。それこそこのね、金利をもらうとか利子をもらうとかっていうのは、今から5500年前ぐらいからですね、まあ、それこそ本当にね、宗教とか道徳とかが発達するはるか前から、実際その利子をもらうとか金利をもらうっていう考え方っていうのは当たり前にあったんですよね。例えば今から5500年前にこうメソポタミア文明という文明がありました、ね、はい、そのメソポタミア文明という文明では実際このね利子をもらうっていうのが当たり前に行われていたんですね。もちろんそんな昔の話ですから、ね、お金を、ね、使ってやり取りしてたわけじゃないんですけど、具体的にはね、例えば牛を1頭貸してあげますよね。動物の牛です。自分が牛を飼っているから牛を、ね、1頭貸してあげると、ね、そしたらね、相手がね、牛を預かってる間に、その牛がね、子供を産んだとしますよね。そしたら、その子供はね、結局その牛が産んだ子供なわけですけど、実際に貸してた人がね、牛を返してもらうときは、ね、その貸してた牛だけじゃなくて、あの牛が産んだ子供も一緒に返してもらうと。牛と牛の子供の両方を返してもらうということですよね。まあ、こういったことを当たり前にやっていたわけです。ね、いわゆるこう利子も当然もらって当たり前ということです。なんでかって言ったら、牛そのものは自分のものだったんだから、そのね、牛が産んだ、ね、子供も当然自分のものという考え方ですよね。でこれがもともと利子をもらうという考え方だったわけです。で、お金も全く一緒なんですよね。お金も全く一緒で、でお金を貸すということは、もともと自分のお金なんですよ。もともと自分のお金なんだけど、ね、それを貸してあげるわけですよね。そうすると自分が持ってたら自分が自由に使うことができたわけですよね。そしてそのお金を使って収益を生むということもできるわけですよね。ね、そのお金を、ね、道具として使うことで収益を得ると。例えばビジネスをやるとか ね、別の人にこう投資をするとか。ということで収益を生むというね、その収益を生むための材料として使うこともできたわけですよ、ね、だけどその自分は自分のお金で自分が活用することで収益を生むことに使うことができたお金を貸してあげたわけですよ ね、つまりこう自分がそのお金を使って収益を生む機会チャンスっていうのを、まあ、一時的に放棄してるわけですよ、ね、だったら、ね、相手が、ね、お金を借りたんだったら、ね、自分が、ね、それを持ってたら得ることができたであろう、ね、利益というか 利子というのは当然、ね、受け取っていいと。なぜかって言ったら相手に、ね、貸してなければ自分はそのお金を使って、ね、収益を上げることができたからということですよね。まあ、それはさっきね、牛を預けてて牛が子供を産んだらその子供も一緒に返してもらうっていうのと一緒で、そのお金をね、もともと自分のお金なんだから、そのお金をね、使って道具として使って収益が得られたんだったら、その収益の一部も当然自分に返してくださいという考え方ですよね。だからすごく当たり前なんですよ。すごく当たり前の考え方なんですよね。だからお金を貸したら、ね、その金利も一緒に、もらうということですよね。元本だけじゃなくて、ね、金利も一緒に、もらうというのは非常に当たり前の考え方なわけです。ね、お金っていうのも一つのね、こう材料なんですよね。要するにこうね、原料っていうか何か商品サービスを作りたいって言った時に原料っていうのが必要になったりしますよね。ね、例えばボールペンを作るのに材料がいるとかね、消しゴムを作るのに材料がいるって言った時に、まあ、材料がありますよね。で、その材料の一つがお金なんですよ。お金そのものも材料なんです、ね、だから材料を仕入れたら代金を払うっていうのとお金を借りたら、ね、利子を払うっていうのは基本的には同じ考え方で、逆の言い方をすれば材料を売ってあげたんだから、ね、材料の代金をもらう、ね、お金を貸してあげたんだからお金のね、金利を受け取るっていうのは、まあ、当たり前といえば当たり前なんですよね。
だけどそれがこう働かざる者食うべからずっていうのをこうね脳の中に刷り込まれていたりすると、そのことに罪悪感を感じたりするわけですよ、ね、だから、ね、例えば100万円貸してあげたら100万円でいいというふうに考えちゃうわけですよね。で実際は100万円プラス金利を受け取ってもいいわけなんですけど、100万円貸したら100万円を、ね、返してもらうっていう考え方になってくるわけです。で本当はお金を貸してあげたってことはお金プラス金利を返してもらって当然なわけですけど、でも実際はお金を、ね、100万円貸したら100万円返してもらうという考え方になるわけですね。で実際は、ね、お金に働いてもらうと、ね、この100万円というお金は自分が、ね、手元にあったら自分はこの100万円を道具として材料として使うことで、ね、収益を生むことができたんだけど、その機会チャンスを放棄して相手に貸してあげたと。だったら、ね、相手がその100万円という材料を使って、ね、収益を上げたっていうんだったら、当然その収益の一部は自分に返してくださいというのが、まあ金利ということですよね。これはお金にお金を稼いでもらうっていうか、お金に働いてもらうという考え方になるわけです、ね、だからまあ利収入というのはお金が働いてくれることによって得ることができる収入で、本当はこれは当たり前に受け取っていっていいということになるわけです、ね、そっちの方が当たり前なんですよね。働かざる者食うべからずって聞いたときに、なんでですかっていうふうにこうね聞かないといけないということなんですね。で一番大事なのはね、こう利子生活がまあね実現させようと、ね、こう利子生活を目指すということを目標として持ってるってことがすごい大事なんですよ。すごく大事なんですね。なんでかっていうと、人間っていうのは何か目標に向かってないとどうしても楽しさを感じないんですよ、ね、何かねこう自分が今やってることが意味がないとかね、何か目的とか目標がないということだと、もう本当にただただ耐えるだけっていう感じなんですよね。もう本当に仕事をするとかお金を稼ぐっていうのが、まあ、ただただ耐えるだけとっていうふうになるわけなんですよ、ね、人間っていうのはね目的目標を持ってないときは楽しさを感じず、何か目的目標に向かって近づいてるって感じてるときに楽しさっていうのを感じられる生き物なんですね。でそうしたときに、じゃあ何のために仕事してるのかと、何のためにお金を稼いでるのかって言った時に、ね、なんかねもうただ生きるためとか生活のためとかね、お金のためとかってなるとやっぱ楽しくないんですよね。本当にこう仕事がしなければならないっていう、もう義務感でしかないわけなんですよ。でも利子生活を目指すって一つの目標があるとね、全然こうね楽しさとか喜びが変わってくるんですよね。こう近づいてる近づいてるっていう感覚がすごくこうね楽しさになってくるわけなんですよ。だからね、利子生活を目指すというのを目標の一つとして持っているということがすごく大事なんですね。で理想的にはね、例えばね、今やってることが大好きだから、その大好きなことをね、やっていくのにを支える、ね、物理的にも精神的にも支えるためにね、利子収入っていうのが欲しいと。いうのがまあ一番理想的な状態だと思います。まあ、つまり人間が一番ねこう幸せな時っていうのはね、自分がやってることが好きだと、ね、自分がやってる仕事が好きだっていうのが一番幸せなんですよね。だからね、今自分が幸せかどうかっていうのはやっぱりやってる仕事が好きだっていうふうに言えるかどうかっていうのがすごく大きくて、ね、仕事が好きっていうね、今やってる仕事好きなんですっていうふうに言える人っていうのはやっぱり幸せな人なんですよね。だから仕事っていうのは、ね、その義務感でやらなければならないからやってるわけじゃなく、ね、本当はねそれが一番やりたいことなんですよ、人間っていうのは、ね、本能的にね。なんでかっていうと、ね、人っていうのはまずね成長欲求っていうのを持ってるんですね。自分が昨日よりも今日、去年よりも今年、ね、自分が成長できてるって実感するっていうのはすごくやっぱり喜びなんですよ、ね、あ自分は去年より確実にね人間として成長してるなとかね、昨日よりも今日の自分の方が成長してる自分だなっていうふうに感じられるのが、まあ、すごく喜びだったりするんですよ。だから成長欲求があるっていうことでいけば、やっぱり仕事っていうのはすごく向いてるんですよね。やっぱり人間っていうのはやっぱ仕事するために成長するので、だからやっぱ仕事を通じて自分が成長を実感できるっていうのは喜びだし、そして人からねやっぱり感謝されたりありがとうって言われるとやっぱり嬉しいんですよ、ね、自分が何かやってあげたと、でそれに対してね誰かからありがとうって言ってもらえたと、でこれすごく嬉しいんですよ ね、もう理屈なしで嬉しいんですよ。だから一つはそのね感謝されるっていうことが嬉しいということです。そして一番最後に貢献ですよね。やっぱ自分はね、この社会、この世の中に役に立ってると。
ね、自分はこの、ね、社会に貢献できているという感覚っていうのはやっぱり人間として喜びなんですよね。だから、まあ、自分が成長が実感できるっていうこと、人の役に立てて感謝されるっていうこと、そして社会に貢献できてるってこと、こういったものっていうのはやっぱりね、仕事を通じて実感できるものだから、人間っていうのは働かなければならないから働くんじゃなくて、本当は働きたいんですよ。本当は働きたいんですよね。だから働くっていう人も仕事っていうのが一番楽しいんですよね。ね、人はこのなんか日生活って聞いた瞬間にね、もう1年365日ね、なんか南の島で、ね、まあ、毎日毎日のんびりのんびりね、暮らすと、まあ、それがこう理想の生活みたいに思い浮かべる人もいたりするんですけど、まあ、確かにそういう生活もね、こう数日とか数週間とかだったら楽しいんですけど、ね、それ1年365日って言ったらね、絶対ね、退屈なんです、ね、間違いなく退屈なんですよ。毎日毎日ね、南の島でね、何にもしないでね、のんびり過ごすっていうのはね、こうたまにだからいいわけで、ね、本当に毎日だったら、ね、すごい退屈なんですよ。で、別に場所が南の島じゃなかったとしても、今日本に高齢者ってね、それこそ65歳以上とか70歳以上の高齢者の人ってたくさんいますけど、ね、場所は南の島じゃないかもしれないけど、実質そういう生活やってる人ってたくさんいますよね。ね、本当に毎日毎日ね、仕事はしないと。ね、本当にもうね、毎日起きて、ね、基本新聞読んだりテレビ見たり ね、まあ、たまになんかね、出かけて行ってグランドゴルフしたり なんか1年に2回1回とか2回ね、孫がね訪ねてきてくれるのが楽しみみたいな、まあ、ある意味1年365日自由にね、生きることができてるね、高齢者の人たちってたくさんいるわけですけど、でその人たちが本当に心から喜びを感じながら毎日生きてるかって言ったらそんなことないんですよね。はっきり言ったら一言で言うと退屈なんですよ。ね、もうやることがないんですよね。本当に。ね、だからたまにはいいんですよ。もちろんね、南の島に行ってね、何にもしないでこうのんびりね、ハンモックでも揺られながらね、生活するとかっていうのは、ね、本当に数日とか数週間ぐらいだったらいいんですけど、それが1年365日ってなると、確実に退屈なんですよね。それはやっぱりね、人間っていうのはね、やっぱりこう成長欲求とか貢献欲求っていうのを持っていて、やっぱそれが満たされないんですよ。ね、やっぱり自分の成長を感じられない、ね。そして自分は人の役に立ってるって感じられない。社会に貢献できてるって感じられないと、やっぱりどっか物足りないっていうふうに感じるんですよね。じゃあ自分の成長を実感する、ね、人の役に立ってるって実感する、社会に貢献するって実感する、一番は何ですかって言ったらやっぱ仕事なんですよ。ね、仕事が一番、ね、その3つの欲求ね、自分の成長とか人の役に立ってるとか社会に貢献してるっていうのの実感が一番仕事っていうのが感じられるんですよね。だから理想的には、ね、やっぱり自分がやってることが大好きだから、そのやってることをずっと一生続けたい、そのために、ね、その物理的精神的に支える意味で利子収入っていうのが欲しいっていうのが、まあ一番理想的な状態なんですよね。まあ、例えばね、実際にこういう人がいるんですけど、ね、本の、ね、著者ということでね、それこそ本当にベストセラー作家さんなんですけど、ね、その方がね、印税収入、本の、ね、印税収入が1億円超えた時に、ね、まあ、喜んだということですよね。で、もちろん1億円っていう金額に喜んだっていうのもあると思うんですけど、一番はね、あ、これで一生自分は本を書いていくことができるっていうふうに感じたから喜んだっていうことなんですよね。要するに本を書くということは仕事なんだけど、一番本人にとって好きなことなんですよ。本を書くということそのものが、ね、自分の人生の中で一番大好きなことなんですよね。で、そうするとね、まあ、印税収入が1億円を超えたときに、まあ、1億円という余裕資金があれば、まあ、自分はもうこれからずっと本を書き続けていくことができるんだというふうに感じたので、それで喜んだというふうな話があるんですけど、まあ、それは本当に理想的なんですよね。ね、その1億円を持つまでも幸せ。で、1億円持った後も幸せですよね。要するにこう自分が好きな本を書くということで1億円という印税収入を得て、で1億円の印税収入が得ることができた後も本を書き続けるというのは本当にこう幸せっていうかね、まあ、最高の人生なんですよね。だから自分の仕事が好きっていうふうに言える人っていうのは本当に幸せなんですよね。で、その状態をやっぱりね、ずっと一生続けていくことができる
ためにね、やっぱその利子収入っていうね、お金がね、自分の物理面と精神面の両方を支えてくれてるっていう状態を実現させるというのが一番ね、まあ、理想的っていうか、まあ、目標の中にぜひぜひ一個入れておきたい目標だということなんですよね。でそうした時に、まあ、具体的な話をするとやっぱりね、余裕資金として1億円っていうのが最初の目標になると思います。で余裕資金として1億円を持つというのが最初の目標だと。として、ね、設定されるものだと思うんですよね。もうそうすると基本的にそれを実現させる方法っていうのは、ね、あの2つしかないんですよ、実際は、ね、余裕資金で、ね、自分の生活資金とは別に、ね、余裕資金、投資に回すことができる余裕資金を1億円作るというのを、まあ、目標として考えたときに、それを実際に実現させる方法っていうのは2つしかないんですよね。1つはもう自分のビジネスを成功させるっていうことが一つ、もう一つは投資を極めるということですよね。まあ、基本的にはもうこの2つしかないわけですよね。本当に普通にね、生活していたら、なかなかね、その生活資金とは別に1億円貯めるということはもうね、ちょっと現実的には難しいわけです。で、現実的にそれを実現させるってなれば、もう自分のビジネスを成功させるか、ね、もしくは投資を極めるということをやる、まあ、どっちかをやるしかないと。いうことになりますよね。まあ、そうしてもし1億円をどっちかの方法で貯めることができたときに、まあ、自分の余裕資金っていうのを1億円っていうのを作ることができたときに、ね、あとは、ね、その1億円っていうのを、まあ、1年間で 5% ぐらいですよね。まあ、例えばその不動産を通じての家賃収入とか、まあ、株を通じての配当収入とかね、まあ、そういった、もう本当にね、すごくこう堅実に、ね、あの1年で 5% ぐらい増えるような案件っていうのを、まあ、全世界の中から探してきて、まあ、年 5% ぐらいっていうのはそんなに難しくないので、本当にあの投資を勉強すれば、まあ、年 5% ぐらい、ね、で運用する案件っていうのはそんなにね、あの探すのは難しくないので。ね、そうすると、まあ、1億円を1年間で 5% で運用すると、まあ、年500万円の利子収入というのが得られますよね。そうすると、まあね、日本人の平均年収ぐらいは、ね、もう利子収入で得ることができるので、まあ、それで利子生活が実現するということですよね。まあ、もちろん自分は500万じゃなくてもっとあの、ね、多くの余裕資金が欲しいとかね、生活資金が欲しいということであれば、まあね、1億円よりもっと大きな資産ということになっていくわけですけど、まあ、現実的には最初の目標としては1億円というのが目標になってくるということですよね。でいずれにしてもね、とにかくね、目標に向かっていくっていうことが大事なんです。ね、目標がなければ、もう人生って忍耐にしかならないんですよ。ね、もうただただ毎日毎日ね、なんかね、もう決められたことをね、やらなければならないからっていうことで、まあ、単純作業のね、繰り返しみたいな感じで全然楽しくないんですよね。だけど自分は例えばね、利子生活を実現を目指してるとかね、そのために余裕資金を1億円作ろうと思ってるとかっていう感じで、こうね、目標に向かっていってるっていう感覚が一番ね、やっぱ大事だっていうか、まあ、それがあるとやっぱ人生って楽しいんですよね。やってることは変わらないかもしれないんですよ。やってることはね、昨日も仕事で今日も仕事かもしれないんですけど、でもね、実際それが目標に向かってるって実感できると、ね、すごくこう楽しくなってくるんですよね。で、そうした時に、利子生活を実現させようと思って一生懸命頑張ってる時も幸せなんですよ。ね、もちろん利子生活が実現しても幸せなんですけど、ね、実際それでね、働く必要がないということで、まあ、自分のね、1年365日をどういうふうに使うかっていうのを決めることができるっていう、まあ、そういう自由が実現した後もね、最高の人生なんでしょうけど、その最高の人生を実現させようと思って頑張ってる時も、その途中過程もやっぱり幸せなんですよね。ね、まあ、例えばビル・ゲイツっていう人はね、億万長者になる前はビジネスやってて、億万長者になった後もビジネスやってたんですよね。だからね、億万長者になる前となった後でやってることが全く一緒だったんですよ、ね、ウォーレン・バフェットっていう人は、ね、億万長者になる前は投資をやっていて、億万長者になった後も投資をやってたんですよね。まあ、つまり億万長者になっても本人のやってることは全く一緒だったということなんですよね。まあ、そういった人生っていうのが実は一番理想的なんですね。だからそのね、その利子生活を実現させようと思って一生懸命頑張ってる時も目的目標に近づいてるってことで楽しくて、で実際目的目標が達成できた後も楽しいと
いうのが一番理想的だと思うんですよね。でまずはそういう具体的に律生活を目指すと、ね、もちろん自分が働いて、ね、その、ね、律生活になる元ですよね。で要するに律収入というのはお金に働いてもらうわけなので、自分ではなくてお金そのものに働いてもらうっていう考え方なので、やっぱその働いてもらうためのお金っていうのが必要ですよね。やっぱり余裕資金っていうのが必要なわけです。でその余裕資金はやっぱり働いてね作るしかないわけですよ、ね、余裕資金があればお金に働いてもらうっていうことができるわけですけど、余裕資金がなければね、それはできないので、だったらその余裕資金を作るためにはまず自分が一生懸命働く必要があるわけですよね。自分が一生懸命働いて余裕資金を作って、そしてその余裕資金に働いてもらって利収入を得るという流れなので、だからやっぱり最初は自分が一生懸命働いて余裕資金っていうのを作る必要があるわけですけども、その過程そのものを全部楽しくしたいわけです、やっぱり。ね、自分自身が一生懸命働いて何のために働くんだろうみたいなね、今だったらなんかねもうね自分がね贅沢しないで、ね、本当にね必要最小限しか、ね、お金使わなければ、ね、収入も必要最小限でいいっていう考え方もあったりすると思うんですけど、それってやっぱりね楽しくないと思うんですよね。少なくても私は楽しいとは思わないですよ、ね、自分が使うお金は最小限だから稼ぐお金も最小限でいいっていうのは、まあ、考え方としては十分ね成り立ってますけど、楽しいかなっていう感じがするんですよね。ね、一生一回で、ね、それが例えばねあとね30年も40年も、ね、生活していくって言った時に、もうずっと30年40年ねもう自分は必要最小限しかお金使わないから稼ぐお金も必要最小限でいいっていうのは、まあ、楽しくないんじゃないかなって気がするんですよね。やっぱりどうせ一生一回でね頑張って働くんだったら、やっぱりそういったね例えば余裕資金1億円作って、それを年 5% ぐらいで運用して、まあ、利子生活を実現して、まあ、本当にね正真正銘文字通りの経済的自由を実現させるとか、まあ、そういった目標があって、それに向かって、ね、頑張って働いていくっていう方がはるかにはるかに楽しいし、まあ、人生っていうのは充実していくんじゃないかなっていうふうに思います、ね、それだけの機会チャンスっていうのはもう今私たちこのねこんだけ豊かなね環境の整った時代に生きてるっていうのであれば、誰にでもその機会チャンスっていうのはあるので、ね、まあそれはもう自分のビジネスをね立ち上げるっていうのも、ね、今までの人生時代の中で一番やりやすくなってるし、ね、投資をね実際やってみるって言った時でも、こんなにね投資が簡単にねできるような時代っていうのはないわけです。ね、もちろんね勉強するべきは勉強し、ね、努力するべきは一生懸命努力しないといけないわけですけど、まあ、しかしねその目標に向かってるってなると、やっぱそれその過程全てを楽しむってことは全然できると思うんですよね。なので、まあ、律生活を目指すという目標を一つ、ね、人生のいろんな目標の中の一つに、まあ、入れておくということは、ね、すごく大事だと思います。そうすると、まあ、律生活が実際に実現した後ももちろん最高の人生にはなりますけど、それを目指している途中過程そのものも最高の人生として楽しんでいくことができるというお話です。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材プレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガ登録をよろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。